はい、皆さんこんにちは、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ジャイアンツちょっと調子落ちてきたじゃないですか。まあ阿部監督はね、我慢と、もうみんなやろうと思ってることは伝わってきてるから、少しね、今は我慢ですねっていうコメントをされてましたけども、果たしてジャイアンツファン、まあ僕のこのチャンネルにはですね、すごく熱烈なね、巨人ファンの方がたくさんいますから、その今ジャイアンツが少しこう下降気味のところでですね、どういう風に思ってるのか、ちょっとね、たくさんコメントがね、僕の YouTube チャンネルには来ているので、ちょっと僕が面白いなとか、あーなるほどなと思ったコメントを、6個、6つね、ピックアップしまして、ちょっとね、僕もそのコメントを読みながら、僕の意見もそのコメントに返していきたいと、まあいわゆるコメント返しというのをちょっと今日ね、やっていこうかなというふうに思っております。はい、じゃあですね、もう早速1問目からね、いきたいと思います。はい、まず1問目、優勝できるかと思ったら連敗し、優勝無理だと思いの繰り返し、しんどすぎるというところです。まあね、この心理状況というのはマジでわかります。僕も毎試合ね、ジャイアンツで見てまして、おいおいと、もう、おいおい、クソかとか、まああんま言葉は良くないんだけど、とか言いたくなる時もありますし、逆に、おいおい、ジャイアンツすごいなと。めちゃくちゃ勝つやね、めっちゃ強ないっていうふうに思うね、その二つのその感情がね、何回もこう、ジェットコースターのようにね、なるというところで、まあファンからしたらちょっとしんどいなっていうところはありますし、まあでも、まあそれもまあプロ野球だとは思いますし、まあ結局トータルでの成績がね、どうだっていうところで、変わってくるので、まあその連勝、大型連勝 C の、大型連敗 C のだと、まあ結局、まあ、ね、いいところに落ち着くと思うので、まあ、ちょぼちょぼね、勝って負けて、勝って負けてってやるのもそうですし、まあ、チームによっては、こう、連敗、大型連勝、大型連敗みたいなことって結構あったりするんで、まあ、ファンからしたらね、同じ順位でも、結構、大型連敗、大型連勝の、してた方がね、ちょっとこの気持ちのこの、起伏というかね、そういったところはすごいんじゃないかなと思うし、まあね、まあ、できるだけ連敗はしてほしくないっていうのは、どの球団のファンの方もあると思うんだけども、やっぱりね、調子であったりとかいろいろあると思うので、うん、まあそこはね、ちょっとね、今は我慢かなというふうに思います。はい。じゃあですね、次、2問目、いきたいと思います。3、4、5番、ちゃんとしてほしいな。今、野手で信用できるの、直樹と大城ぐらいというようなコメントで、もう、まあもう本当に、まとえてるんじゃないかなと思うんですけども、まあやはり3番ヘルナンデス、4番岡本、5番、まあ今だったら大城さんとかね、売ってますけども、まあモンテスとかもそうだよな。まあ特に3番、4番かなっていうところはありますと。うん。まあ3番のヘルナンデスがね、ちょっとこう加工気味というか、まあ昨日もね、いいところで結構ゲッツーあったりとか、少しやっぱりこう、初め出だしが良かっただけにね、まあ期待値が高くなりますからね、そこの期待値があって、打ててないってなると、やっぱり、おいおい、ヘルナンデス全然打ってないやないかっていう風な話になるんで、まあまあやっぱ難しいですよと。うん。ただまあ、最低限の打撃とかは、してくれてる時はね、調子悪いながらにあるので、まあそこは評価したいなと思います。で、4番の、まあカズマに関しては、まあその、打点であったりとかホームランっていうのはね、非常にこう、ランキングにいても、すごく上位の方にいますと。で、まあ、やっぱり、巨人の4番ってすごくしんどいだなと思います。こんだけ、まあ、レフト行ったりとか、ファースト行ったりとか、サード行ったりとか、いろいろしてて、で、それでね、成績もね、まあ、2冠を狙えるぐらいの位置にいて、それでもそうやって言われるんだから、まあ、それぐらいね、ジャイアンツという4番っていうのは特別なんだなと思いますし、少し今最近、ホームランが出てないというところが、ちょっとね、ファンからしても、大丈夫かなっていう心配になってるんじゃないかなと思います。はい。じゃあ次行きましょうか。次3問目行きたいと思います。はい。序盤にもう少し打線が援護点取って赤星に楽に投げさせてあげてほしい。いつも赤星の時援護がないのかわいそうというところで、
まあ確かに本当におっしゃる通りだと思います。やっぱり、結構いいピッチングしてたと思うんですよ。防御率も 3.2 ぐらいだったと思うんですよ確かね。でそれで7敗か、7敗っていうのはちょっと0勝7敗ってちょっとかわいそうやなっていうところはありますと。ただ赤星投手にも間違いなく原因はあって、で、だって防御率がそこまで良くないのにめっちゃ勝つピッチャーもいれば、うん、援護点がすごくもらえるピッチャーもいれば、逆に赤星投手のようにもらえないピッチャーもいるっていうところで、まあそれが何なのかっていうところは、まあ価格的にはね、別に明かされてはないですけども、やっぱりテンポであったりとか、まあそのピッチャーがね、の普段の行動とかももしかしたらあるかもしれないし、別に赤星投手が悪いって言ってるわけじゃないけども、まあそういうなんかこう、こいつは勝たしてあげたいとか、なんとかしてあげたいとか、なんかこう、もうそういう、まあちょっと、根性論になるかもしれないけども、気持ちの部分も結構あるのかなとも思うし、別にテンポもね、別に悪くはないし、コントロールもいいので、まあ、悪くはないんだけども、やっぱり、めちゃくちゃいいかって言われると、そこまでもいかないんで、だいたい6回2点3点に抑えてくれるピッチャーっていう印象はあるので、そこをね、もう一個の上のレベル、うん、7回2点ぐらいにいつもだいたい抑えてくれてるなっていう風なね、形になれば、全然また見える景色っていうのも、評価も変わってくると思うので、そこをね、赤星投手が、脱皮というかね、もう一皮向けるかっていうところが、これからね、ちょっとね、ファンとしても見ていきたいなというふうに思ってます。はい、じゃあ次行きましょうか。4問目行きます。4問目。奥が良かったか知らないけど、気持ちよく投げさせすぎ。最終回の小沢なんか、毎回打ててないけど、スコアラー機能してるんかね。なんかいろんなとこに、ボロが出だしたな、っていうところで。まあもうはっきりした意見だと思います。まあスコアラー機能しないんかなっていうところ、まあスコアラーの人はね、正直めちゃくちゃデータを提供してるし、まとめてね、いろんな首脳陣であったりとか、選手にも言われたデータっていうのは全部出してますと。だから、スコアラーが機能してるかしてないかって言われたら、僕は機能してると思います。ただ、そのデータをうまく活用できてなかったりとか、うん。スコアラーの人はね、提案はします。提案というか、こういうデータが出てますと。で、傾向が出てるんで、っていうのは言います。ただ、スコアラーはスコアラーなんで、その戦術とかに関しては、やっぱりこう、意見っていうのはちょっと弱いというか、うん、提案はしますよ。私たちはこういうデータが出てたんで、傾向出てるんで、こういう風にやった方がいいんじゃないかなと思います。という意見は、ミーティングであったりとか、首脳陣であったりとかには伝えますけども、結局、その作戦を遂行するとか、サインを出すっていうのは現場、監督であったりとか、スタッフの方なんで、で、やるのは選手なんで、だから僕はスコアラーが機能してるかしてないかっていうところで言うと、機能はしてると思います。ただそこをうまく、そのデータを、出してくれてるのをうまく活用できてるかって言われたら、そこはちょっとね、わからないというかね、できてないんじゃないかなと思うので、スコアラーが悪いっていうことは僕はないと思います。うん。で、まあなんかいろんなところにボロが出だしたなっていうところですけども、やっぱり、まあ守備っていうところも、昨日かっていうところもちょっとこう、2つエラーあったりとかね、しましたし、まあもともとずっと硬い守備で来てますから、そういったところで、やっぱり、原点回帰というかね、もう一回、こう、ピッチャーと、野手というところの硬さというところで、ジャイアンツはね、ずっとこう、頑張ってきてるわけですから、そこをね、もう一回、立て直してね、やっていってもらいたいなというふうに思ってます。はい、じゃあ次行きましょうか。次、5問目になりますかね。5問目いきます。これはちょっと面白いですね。5問目いきますよ。カズマいた今日っていうところで、これね、多分ね、このコメントしてらっしゃる方は、多分欠けてると思うんですね。欠けてるってどういうことかっていうと、昨年の、この時期あたりに、カズマあんま打ててなかったんですけど、原前監督が、インタビューで、カズマいた今日って言って、ちょっとこう、皮肉というか、ちょっとこう、まあ、葉っぱをかけるような形で、ちょっと首脳陣じゃなくて、報道陣に言ったんですね。だからそれを、かけてというか、言ってらっしゃると思うんですけど、まあ、シャレが効いてるというかね。まあ、先ほども言いましたように、まあ、カズマね、僕はすごく評価してるし、まあ、ただ、
数試合ね、ここ最近ねちょっとホームランが出てないというところでちょっとどうなのかなって、この、昨日の奥川投手のボールを、まあ、ミスショットして、まあ、悔しがってねバットを叩きつけてたっていうのもありますけども、やはり、まあ、いろんなところで、まあ、少しのズレも生じてますし、もしかしたら精神的なところも、まあ、打ててなくて焦って、ね、そうやって普段ね温厚なカズマがこうバットをバーンって叩きつけてるっていうのはちょっと苛立ちであったりとか、その不安であったりとか、うん、そういったところも少しね溜まってきてるかなというふうに思うので、もう一回ね本当にセンター返しというか、まあ、カズマがよくホームラン打ってる時って、まあ、確かに引っ張ったホームランも多いんですけども、まあ、センター返しとか、この間もねホームラン打ち出した時もセンター前ヒットとか増えてきたなと思ったらホームランも出てきたんで、そういったところをもう一回ね、見直していくと状態もね上がっていくんじゃないかなっていうふうには思います。はい、じゃあ最後いきましょうか。最後6問目いきます。6問目いきます。まあ我慢のしどころですけど、投手陣の中で今季初登板の田中千春投手、試合下復帰の伊藤祐介、投手の3試合連続無失点リリーフは数少ないポジティブな要素ですね。これね、昨日の、試合のねコメントでも言わせていただきましたけども、間違いなくそうなんですよね。伊藤投手、はじめこう上がってきて、投げる場所がないね、みたいな、杉内さん言ってましたね。勝ちすぎて、逆に、こう投げさす場面がね、来てほしいと思ってます、みたいなことを言ってたんですけど、そうやってね、非常に、投げてるところを見るとですね、球も強いですし、コントロールもいいですし、非常にね、安定感あるなっていうところはあります。まだ、まあやっぱりね、相手のバッターも伊藤投手を、まだあんま見てない、データもあんまないので、少し戸惑ってるところはあると思うんで、まああれなんですけども、もう少しね登板数を重ねてきたら、まあ面白い、データであったりとかっていうのも出てくると思いますし、もっと評価できると思いますんで、そこはね楽しみかなと思います。で、まあ田中投手に関しても、まあ昨日ね、久しぶりに登板見たんですけど、なんかフォームもね結構安定してたというか、前みたいな、去年みたいな結構なんか大暴れというか、こうぶん投げみたいな、いわゆるぶん投げみたいな感じで投げてなくて、結構まとまった形で、フォームがめちゃくちゃ変わったっていうよりかは、なんかこうなんて言うんだろう、丁寧に投げてるなっていう。でもそれでも出力が150キロぐらい出てるんで、球の速さね出てるんで、あ、十分だなと思ったんで、でフォークボールも非常にこう落差大きくて、村上選手から空振りかな取ってたりとかあったんで、非常にね面白いなと思いましたし、まあ田中投手の場合はフォアボールが結構多いっていうのはね2軍の成績見て思ってたんですけども、まあ昨日のピッチング見る限りでは全然そこまで荒れてるような印象を受けなかったんで、非常に面白いピッチャーだと思いますし、ピンチなんかの場面でね、あのフォークボールで三振を取る、球の速い、球も速いですから、そこで、例えば空振り三振取るみたいなところも十分あるかなと思うので、非常にね、はじめ、菊池投手じゃないんだっていうふうにね、ちょっと思いましたけども、非常に、まあ、桑田監督であったりとか、そういったところの話し合いで上がってきてますから、非常にね、いいんじゃないかなって僕思いました。はい、そんな感じでですね、今日はですね、コメント返しというところをさせていただきました。まあね、皆さんのコメントっていうのは本当に興味深くてですね、もういつもね、動画の企画の参考であったりとか、ああ、皆さんこう思ってるんだとかね、まあちょっと、僕も反省しないといけないなとか、っていうのもね、いろいろ本当にコメント欄を読ませていただいて、いつも感じておりますと。で、企画案であったりとかね、そういったところも全然どしどしね、やってほしいというか、やってほしいというか、募集というか、こういうのやってほしいですとか言ってほしいんで、僕もね、結構企画考えるのが、結構たまに、どうしようかなって悩んだりする時もあるので、そういう時に助けていただけるとね、非常にありがたいと思うので、ぜひね、そういった企画案とかもコメントしていただけるとめちゃくちゃ嬉しいんで、よろしくお願いします。はい、そんな感じでね、ジャイアンツ今日勝てるようにですね、また願っておりますし、試合解説の方もやっていきたいと思いますんで、ぜひね、そちらの方もご覧ください。てな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。